これからシフォンケーキをバナナシフォンケーキを作ります。メレンゲ、白身の方を6個今泡立てたところです。すごく強く泡立ててます。そしてここには黄身が6個とバナナは、こんな感じかな、この、小さいやつだけど3本入れました。それをマッシュして、で、油がシフォンケーキ油がこれでこのカップで、油が 100ml、 そして水が 140ml 入ってます。 それね、そして粉がここにもふるいにかけてあるんですけど、小麦粉が250ml このカップで、そしてコーンスターチが大さじ2杯30ml、そしてコーンスターチこれだね、これでベーキングパウダーが20ml 小さじ2杯ベーキングパウダーが小さじ2杯、そして塩が少々、砂糖が 180ml これに入ってます。いやもう多分甘さ控えめに150ぐらいしか入ってないかもしれない。これを、3回振るって粉をセットしています。これからちょっとパッと混ぜて、シフォンケーキの型に入れて流して、350F で50分から1時間でできます。ちょっとじゃあ流れをとりあえず撮ってみますか。こんな感じだけどな、よっしゃ、 OK、 メレンゲはもう立てた。今これオーブンに入れて、あなたアップロードするじゃあいいよ、分かった方入れていいよ、じゃあやっていいよ、マミの消していいよ、メレンゲと合わせていきます。用意します。すぐ。オーケー。何の音？ちょっと食べてから。
打つ？わからん。うん、食べる直前に打つわ。これで入れます、オーブンに。バナナシフォンケーキは、出来上がったらオーブンから出して、そして表面がきつね色になる、いいきつね色になったら出して、まあすぐに逆さにしておかないとしぼんでしまうので、ひっくり返してください。それじゃあ作ってみてください。失礼します。